どの若いお兄様方も大文字山に登るということで、目指すところは一緒です。私も大文字山に向かいます。目指せ頂上。ハイキングが好きっていう方々でしたね。ねえ、うん、なんか趣味が一緒なだけで親近感が。なるほど。足元はあれやね、はい、山道になってるね。ゴツゴツしています。こういうの獣道って言うんですけど、あれ違う、こういう道をなんて言うんですっけ。これは普通の、これは普通の道。ハイキング歩道みたいなもんですね。これあの京都一周トレイルやから、はい、結構整備されているんですよ。あ、そうなんですね。一周トレイルの中に入ってるから、皆さんが気軽に、うん、そうしやすいように京都府がこういう形で、京都市、うん、京都市か。あの大台ヶ原に行くと、はい、獣道がちゃんと見れるよ。あのちょうどね、はい、草原の中にね、鹿が通った道っていうのがあるんだ。鹿とかね、動物が通った道っていうのが、全然人間の道とは違って、うん、独特な道がある。なんか私の祖父が屋久島にいるんですけど、屋久島も鹿がとっても出て、で鹿食べるんですよ。お鹿肉が、鹿肉を生で食べたり、おい、すき焼きにしたり。でも臭みがなくてとっても美味しいんですよ。あ、そうなの、うん、ジビエってやつかな。ジビエって何ですかね。あのそういう野生の動物をこう、はい、食にするという、うん、今割とね、はい、流行ってきてるんだけど。そうですよ ね、いろんなものが食べられてますよね。ねえ、おじいちゃん、はい、うん、がもさばけるんですよ。ああ、そう。鉄砲で持つの。罠を仕掛けて檻に入れるんですけど、たまにお猿さんとかも入ってて逃がしてあげるんです。あ、お猿さんもある。そう。野生に近い猿だね。あんまりそう、檻に入るぐらいの猿は、ね、なかなか入んないけどね。ね、賢いから。たまにいるんです。トレイルってどういう意味ですっけ。英語。そうですよね。ね、どういう意味だ。ここにもトレイル。いっぺん引いてみてくれる。このトレイルという意味を今ウィキペディアで調べてみたんですけど、ランニングスポーツの一種で、舗装路以外の山野を走るものを指すそうです。うん、まあ、本来、まあ、こんな走るのかな、ね、うん、ちょうど今舗装されてないもんね。はい、されてないです ね、うん、こういう道を京都市が、うん、あの設定してるんだ。そうです ね、京都市が設定しているようです。市民に健康になってもらおうと思ってですね、みんなに走ってほしいんでしょうね。いい道だよね。はい、ちょっとあれですね、気が緩むと。あ、危ないね。危ないですね。沖縄にはこういう山は結構あるの？そうでもない。うん、ないです。全然ないです。ない？だから、あの遠足とかでも、こうやって山に登ることなんかなくて、ほとんどこの城跡を目指して歩くとか。首里城とか？はい。あ、なか
かなかこういう機会がないんですね。さあ、はい、分岐点に来ました。どちらに、どちらだ。あ、ちゃんと標識がありますね。助かります。現在地がこちらだから、はい、あ、こう、ん？こうですよね、じゃあ。え？どっちだろう。ああ、そこ出てる。あ、じゃんじゃん。はい。右側に。あれ？トレイルコース。左が？どうぞ。山科大文字山、はい。はい。じゃあこっちです。ね。よかった。変なところ。左行ったら南禅寺、はい、もう一遍、もう一遍あれだ、スゴロクで戻ってしまうんだ、元に戻るってよかった気づいて、スゴロクで本当に元に戻る、辛いそれはここは、いくつも道があって迷いやすい、うん、このトレイルのあれも非常に分かりづらい要注意要注意で、そこにちゃんとしたものがあったと、はい、じゃあそれに従っていきますか。はい、はい、迷いそうになりましたがこの標識のおかげで迷わずに済みました。はい、よかったです。それでは向かいましょう。フラットになったね。すぐまた登るかな、うん。大文字焼きは見に来たことありますか。ないです。ああ、8月ですよね。そうですね、送り火、五山の送り火って お盆ってことですね。そうですね、お盆にはこちらにいた機会がなくて、うん、一度は目で見てみたいですね。うん、もう何度もですか。何度もあります。毎年あるから。ああ、もう毎年今日も、うん。どこの範囲まで見えるんですか。あの五山だから、うん、5つの山のところに、はい、いろんな、はい、文字が、後ほどまた、はい、あなたウィキペディアで説明してみてください大文字の、火床跡というのが、うんうん、毎年こうやって伝承させるんですよね、木を。あのね、薪、今は薪らしい。薪をずっと大の字とかあんなんにしていって、うんうんうん、火をつけると有名な、うん、戦争中はそれがなくなったんだって。そうなんです、うん、で、書いちゃったんだけど、うん、戦争中は子供たちが旗を、白い旗を持ってザーッと並んで送ったんだって。だからあの空襲とかあんなに合わんように火を焚くとその辺が米軍に分かるじゃない。ああ、そうですよ ね居場所があってことで、居場所がで、ここが京都かって。そうか、バレバレという、まあ、バレバレだから。これは木の根が入れててすごいよね。これね、これ木の根ですよ ね杉の木だもんね、大体。いろんな木の根がこう絡み合ってるわけですよね。ね、うん、面白いですよね。あの精神状態の時で、はい、この木の根を踏むと、気が痛がるような気分な時もある。僕自身はね、あ、気が根を踏まれたら痛い痛いって言ってるんじゃないのかなとあ、私はね、この絡まってる時にね、ええ、なんかもう僕絡まるの嫌だよって言ってる気がする。ああ、そう、だって下にかぶさる方はいいけど、下の子とかなんか嫌がってそうじゃない。なるほど、表面に出てきたら弱るんだよ、木が。そうでしょうね、養分が取れないからね。
人に踏まれて静かだね。静か。平日ということもあってか。ねえ。ねえ、人が少なくていいですね。休日は多いんですかね。ねえ、多いと思いますよね。ねこの辺はあれだね、あの木々が紅葉というのはないもんね。そうですね。ね、もともと紅葉しない木たち。ね。結構足元もふかふかしてない。ですね。いいよね。あ、根元がなくなりました。ちょっとさ、これイノシシかな。え、これですか。うん、イノシシが。イノシシだな。お。さっきちらっと見えたイノシシ注意というなんか。あ、ありました。ありました。うん。おっと。あれはミミズを掘りに来るんですよ。ああ、そうなんだ。うん。あ、ここもですかね。ね。うん。多いんだよな、最近な、イノシシ。ですよね、神戸のあの、うん、私の大学の近くもすごい出るので。ああ、ほんと、うん、川に普通に親子で散歩っていうのかな親子散歩する。そう、微笑ましいの。とっても、うん、ウリちゃんとあの、ウリ坊とウリ坊と一緒にちょこちょこちょこってそうそうそう。けど、ね、結構凶暴みたいですね。そうそう、子供を連れている時の親、どれ凶暴だよ。守ろうとして、一番危ない。注意のあれあるんですかね。なんだろう。出会ったらどうすればいいんだろう。どうしたらいいんだろう、ね。どうしたらいいんだろう。もう熊に出会ったら死ぬふりでいいんですけど。でも本当かなあれ。逃げたらあかんのかな。逃げたらあかんのかな。道を譲る。どうぞお先にどうぞ。2とかでイノシシとかがあった時にパニックですよね。ねえ、うん、ちょっと教えてもらおうかな、動画で。どなたか投稿してくださいはい、ちょっと、はい、イノシシと出会った時どうすればいいか分かる方投稿ください。お願いしますこれで一人でも、ね、一人の安全でも守れたら。有名な赤い横断幕が、横断幕が見えてきました。これ有名なんですよ。こうシンボル、このコースのこの赤い。あ、そうなんですね。ええ、山火事注意。うん、ここがあの一つのキーポイントの中継所でもあるし、はい、あの七福シアンドゴロか、七福シアンドゴロ。シアンドゴロ。うん、じゃないのかな。ベンチもしっかりあります。ね。の用心と書いて、でこちらにトレイルのここです ね、 ね。お、いくつも綺麗になってるね。ちょっとこれ分かりづらいな。分かりづらいよね。あの京都市さんこれっどっち向いてどうしたらいいのかっていうのが教えてください。あのひょっとしたらあのもう一個違う看板の方が分かりやすいというまあ、あれかもしれないですね。あの象徴かもしれないですね。あ、出てきました。こっちですね。こちらに大文字山、こちら。
こう分かりやすいよね、はい、こっちの方が山火事注意シンボルで、ここが休憩所。おお、七福シアンドバーでもあるわ。ここなんですね。ええ、不届きのやつがいてますけどね。ですね。ねえ、タバコのあれをダメ、絶対絶対ダメね。今からこの七福思案処ちょっと調べてみます。七福思案処を調べたところ、この多数の分岐があることで行く人が思案することから名付けられたそうです。なるほど、こうやってどこかなってするんですかね。そうかもしれない、ね、どこかなそっか、私が向かうのはこちらですね。じゃあ思案したしました、はい、しましたよ